ヤギスムはカロリン諸島ポナペ島出身のプロ野球選手。ポジションは保守、カロリン諸島ポナペ島出身。島で働く父親を残し、日本で生活した。関東学院中在学中は、甲子園出場こそないものの、飯田徳次、小松原博樹と並んで、横浜中東球界のサンバガラスと呼ばれていた。 身長は五尺八寸五分と当時としては大柄だったと伝わる。1942年に南海組へ入団。主力選手が次々と王将されていく中、聖保守としてチームを支えた。別所明が1943年5月26日の大和軍戦でノーヒットノーランを達成した時、マスクをかぶっていたのがヤギだった。1944年に、 全35試合出場を果たすが、同年シーズン終了後に王将され、北市で戦死した。去年20、東京ドーム敷地内にある鎮魂の石踏みに、彼の名前が刻まれている。聖保守として認められながらも、わずか2年のプロ活動であった。辛口評論で知られた、野球評論家の大井博介が辞書で、おとなしいがうまい保守だったとやぎを評価している。ありがとうございます。